SC 東京バングナガンデカシーフです。今日はサイドからのクロスを紹介します。もともとフォワードの選手だったんですよね。前の、前のどこウィング級ですか。やっぱ、まあ、小学校の頃はフォワードやってて、そこから中学からウィングになってサイドハーフになってボランティアやってサイドバック。ディフェンダーになるはやっぱ衝撃があるんですか。そうですね、僕も最初は守備があんまり好きじゃなかったんで、結構攻撃攻撃して選手だったんで苦労もしました。好きじゃなかったんですけど、結構サイドバックから試合組み立てて攻撃参加していくっていうのをやっていくうちに徐々に楽しさが分かってきて、まあ、大好きな選手。初めてサイドバックやった時は確か上の学年に呼ばれた時にサイドバックで呼ばれたんで、まあ、自分の学年では前のポジションだったんで、まあいいかぐらいの感覚で。やってみた感想はなんかどういう印象だったんですか。最初はもう守備っていう印象しか自分の中ではなかったんで、なんでこのポジションやらされるんだろうっていうのが正直な感想だったんですけど、まあ、やってくにつれてどんどん攻撃参加していく面白さとかも分かるようになってきて、徐々に楽しくなってきた。なるほど。実はこの相手に仕掛けていって、まず相手を外したときに、例えばこの位置に外してしまうとクロスをこう上げたときに相手がこうクロスの軌道に届いてしまって、まあ当たってコーナーとかになってしまうパターンが多いので、外すときにちょっと僕の場合はマイナス面に外してここから上げることによって、外された相手の足が届かない位置からクロスを上げられるんで、そのクロスが味方に届く確率が高まるっていうところ。そうですね、まあ、僕の場合は抜くっていう意識より相手を一瞬でも外して、その自分がクロスを上げるまでの相手が届かないまでの時間を作れるかだと思ってるので、まあ、少しでも相手の重心を動かせたなと思ったら、本当フェイントとかは何でもいいんですけど、思ったらすぐちょっとマイナスに入れて、ここまでをいかに早くスムーズにできるかっていうのは意識してます。入り方によってクロスは足の入れ方とか強さも変わってくると思うので、そこは本当に僕は反復練習だと思ってて、何回もやって自分のこの形に入った時はこのキックがこの強さで足入れたら出るとか、そういうのはやっぱり反復練習しないとわからないと思うので、ここはいろいろなシチュエーションからクロスをするっていうのは重要かなと思います。守備で破られないっていうのは大前提としてあるんですけど、その上で攻撃で今は中のエセボランチのところに入ったり、サイド張って前のサイドハーフを中に入れたり、結構ボランチに近いような、なんか味方を動かすようなポジションなので、ここはそうですね、サイドバックの面白みであり、まあ、僕が今もそうなんですけど苦労してる部分でもあるんですけど、まあ、それができるようになったらどこのポジションをやってもできるような選手になるのかなとは思います。ポイントは相手の足の届かない位置にボールを置くことです。俺も練習するぜ。